リベリアで任務を行うナイジェリア陸軍兵士、ナイジェリア軍はナイジェリアの軍。王立西アフリカ辺境軍のナイジェリア連隊を前身として1960年にナイジェリアが独立したことにより編成された。ナイジェリア軍は政治や経済、社会に大きな影響力を有している。陸軍、海軍、空軍を保有している。ルワンダ、リベリアの紛争に参加し、 シエラ・レオネ内戦にエコモックにも参加したほか、近年ではボコハラムとの戦闘も行っている。約6万人の正規兵力を有し、不評手段及び気構手段などを保有。また、完成企業大根社によって、主な消火器を自国にてライセンス生産している。ボートに乗るナイジェリア海軍とアメリカ海軍の兵士選定部隊の他にも、 海上警備部隊や特殊集定部隊を保有している。保有船舶については、ナイジェリア海軍艦艇一覧を参照。ナイジェリア空軍の戦撃7型中国製の戦撃7型を主力戦闘機にしており、2020年にはパキスタンからタンザ型の JF-17 ブロック2を3機受領している。また、練習機としては、 アルファジェットやアイルマッキメガバイトマイナス三百三十九、輸送機はエルマイナス三39、C マイナス130、g 二十二、ドルニエ二百二十八、a t r 四十二、ヘリコプターは、フランス製の s a 三百三十、s a 三百四十一、a s 三百三十二やロシア製のみマイナス十七およびミマイナス三十五を使用している。無人攻撃機では、 彩りにじさんを中国から導入している。ありがとうございます。